7月12日水曜日午後5時の日本海は西東風が今吹いてたんですけど、止みました。海はここが閉じました。変わった海は海の勝ちで勝負がついたみたいですね。おお、やっぱり左から見るのとここまで来て正面から見るのとでは全然世界が違いますね。乗れるわけじゃないんですけど、結構いい感じのうねりが入ってブレイクしますね。すごいですね、浜が復活しています。もう川の水がちょろっとも流れてきてないですね。昼来た時にもうすでに浜は閉じてたんですけどね。すごいな、完璧に閉じましたね。気温は28度ぐらいです。風は今ありません。海には筋のようなうねりのみ。明日どうですかね。川の方はまだ閉じてないですね。川の水がここまで流れては来ていますが、ここが閉じているので川と海はつながっていません。この勝負海の勝ち。すごいな。